こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日は上半身だけを鍛えたいのに足トレは必要かについてお話しさせていただきます。Bレジェンドではお得な情報を公式 LINE にて配信しています。ぜひ概要欄の方からチェックお願いします。今日はトレーニングにおいて上半身だけを鍛えたいのに足トレが必要かについてのお話になるんですけれども、まず私自身は足トレは必要だと思います。で、まあその理由としてなんですけれども、私自身が約20年ぐらいですねトレーニングを行ってきまして、最初はですねスポーツクラブでアルバイトをし始めてですね、そこから初めてトレーニングマシンを使って筋トレをし始めたのが、きっかけなんですけれども、当初はやっぱりかっこいい体になるために筋肉トレーニングを始めました。そのかっこいい体っていうのは、単純に胸板が厚くて肩幅があって、背中が見えてウエストが絞れているような、もう単純にそういう見た目のかっこよさを追求して筋トレを始めたんですけれども、やる内容としてはですね、主にはベンチプレス、胸の種目であったり、肩の種目、ショルダープレスであったり、上半身の筋トレばかりを行っていたんですけれども、当時は足のトレーニングに関しては、そこまで優先的に行っていませんでした。で、トレーニングを重ねるにつれて、最初はかっこいい体になりたいっていうところだけだったんですけれども、そこからコンテストなどに出だして、コンテストでも結果を残したいであったり、今は今年40歳になるので、そういう健康面であったり体の機能的な部分も考慮しながら考え方っていうのは変わってきました。今回そういった私が足のトレーニングを行うことで感じられたメリットを今日は5つご紹介させていただきたいと思います。まず1つ目が代謝の向上です。代謝の向上には筋肉っていうのは非常に重要だと言われています。特に筋肉をつけていくっていうことはもちろんですし、筋肉を動かしていくっていうことはもちろんなんですけれども、下半身の筋肉っていうのは全体の 60% 以上を占めると言われています。ですので、単純にこの足トレをしないということは全体の筋肉を向上する上で、極端に言うと半分以上、ちょっと損しているというふうに感じます。実際に上半身だけを鍛えたいという方にとっても、おそらく体脂肪を少なく保ちたいであったり減量していくであったり、そういう経験があるかと思うんですけれども、そうした時にこの足トレ、下半身の筋肉をしっかり鍛えていることで下半身の血液循環が良くなり、結果的に体脂肪が燃えやすい体になる、こういった代謝の向上について足トレっていうのは非常に重要だと感じます。私自身も足トレをそこまで重要視せない時と、足のトレーニングをしっかり行うようになってから、摂取カロリーがですね、足トレを行うようになってからは足トレをしていなかった時に比べて、高く食べれるようになりました。そういった経験からですね、やっぱり下半身足トレを行うことで代謝が向上していくので、重要だと思います。2つ目が体幹の安定です。足トレを行うことで上半身を鍛える上でもメリットが非常に多く感じます。特に下半身から体幹部が安定することで、上半身の種目、立って行うようなトレーニング種目であったり、ベンチプレスのような足を踏ん張って行う種目、上半身のトレーニング種目においても、この足トレを行って足の筋力を鍛えることで連動して結果的に上半身の強化につながると、そういった面を私自身もトレーニングをしながら非常に感じるようになりました。特に足のトレーニングを強化してから、やっぱりベンチプレスなどの高重量ですね、比較的重たい重りを持ち上げるトレーニングに関しても、やっぱり10キロぐらいの伸びがありましたので、
やはりこう上半身を鍛えていく上で足トレっていうのは非常に重要だと感じました。3つ目、体力がつく、精神力がつくということです。足トレの代表的な種目で、スクワットという種目があるんですけれども、スクワットを例にすると、その動作でたくさんの筋力が使います。さらに血流を促し、心肺機能の向上にもつながってきます。ですので、上半身を鍛えていく上で、トレーニングそもそもの体力面の強化であったり、足トレっていうのはですね、きついと感じられる方多いと思うんですけれども、そういったきつさに向き合って取り組んでいくことによって、上半身トレーニングの粘り強さであったり集中力というのを向上できるように感じました。足トレを行うことによって、結果的にトレーニングの全体の強度が上がるように感じました。4つ目、見た目のバランスが良くなると。これに関しては人それぞれになってくるとは思うんですけれども、先ほども言ったこうかっこいい体っていう逆三角形の胸板があって、肩がありだしてウエストが締まってくる、ウエストからヒップで足の付け根の太ももの筋肉っていうところを発達することで、よりこの逆三角形のシルエットが綺麗に見えるといったことがあります。ですので、これは本当にどういう体になりたいかということによって間違ってくるとは思うんですけれども、私自身はそういうところ、下半身の、張り出しっていうところも重要視していますので、この見た目のバランスっていうところもメリットの一つになります。で、最後に5つ目、怪我がしにくくなる。これもですね、私自身実際に経験してるんですけれども、当初はですね、上半身の種目を中心にトレーニングを行っていたんですけれども、よく腰痛になって、トレーニングができないっていうことがありました。で、これはですね、やはり体の機能的な部分、特に下半身、股関節周りからくる臀部であったり、太ももの前後ろ、こういったところの筋力が低下することによって、腰に負担になって、腰痛であったり、ぎっくり腰であったり、そういったところを経験しまして、そこからトレーニングを積み重ねていくことで、下半身の筋力トレーニングを、より強化することによって、そういった腰痛っていうのも、今は改善しつつあります。ですので、やはりこの下半身の筋力を鍛えるということは、日常生活における日常動作、立ち上がったり歩行したり、そういう基本的な動作、全て下半身を使いますので、そういった意味でも下半身を鍛えていくっていうことは非常に重要だと思います。以上の今回ご紹介した5つが足トレを行った方がいいという理由になるんですけれども、最初にもお伝えした通り、トレーニングの目的っていうのはやはり人それぞれですので、どうしてもね、足のトレーニングが苦手でやらないっていう方は、大丈夫だとは思うんですけれども、私自身が実際に足トレをやっていなくて、やり始めてよかったって思う5つの項目になりますので、ぜひ皆さんも参考にしていただければと思います。今日の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。また B レジェンドの公式サイトでもお得な情報等を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。